もういい。これ以上聞いてられない。シモ、もう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。巨人化される前に奴を捕まえる作戦は失敗したようだ。女型の巨人を逃がすな。逃がせば調査兵団の、いや、こっちが人類の敗北だ。やっぱり女型の巨人は兄だったんだな。こっちが、あいつ壁外に逃げるつもりなのか。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろうけど、戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。こっちだ。作戦はどうなった？エルヴィン団長から指示を受けてきた。ここからは俺も合流する。厳しい状況だが、なんとかするぞ。今だ！一斉に攻撃しよう！How are you?
にか。エレン、味方の足を狙って動きを止めろ。そしたら俺が一発食らわってやるから。エレン、まだ兄と戦うことを躊躇してるんじゃない。分かっているんでしょう。女型の巨人が兄だってこと。じゃあ戦わなくちゃダメでしょう。なんでお前らは戦えるんだよ。仕方ないでしょう。世界は残酷なんだから。仕上がれ。
おいエレン、お前まだ巨人になれないのかよ。さっきからやってる。でもできねえんだよ。お前ふざけんなよ。いつかお前に頼むって言ったはずだよな。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。仕方ない。世界は残酷なんだから。ほじくり返している。
手な奴だと。俺はそう思っていたのに。まあ、兄、お前何のために戦ってんだ。どんな大義があって人を殺せた。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。